耳を描きます。そしてこう横長の楕円形の顔ですね。を描きます。で、続いて低いところに三角の鼻。で、口描きます。目ですね。で、眉毛。で、耳描いて、こういう模様を入れます。鈴がついてます。で、ふっくらと足を描きます。こういう感じですね。で、お尻を大きくして丸で囲みまして、後ろ足をちょっと描くと。模様をここにも描いておきますね。で、夏なので麦わら帽子をかぶせてあげようと思います。で、少しだけこうリボンが見えてるようにしましょうか。で、こういう麦わら帽子のこういう網目ですね、を描きます。で、麦わら帽子は黄色で塗りますね。明るい色が似合うかなと思います。こういうふうに隙間を開けながら塗っていきます。ね、猫の模様も黄色にします。鈴も黄色ですね。お尻と尻尾も黄色と。で、首輪は朱色ですね。あと耳も朱色。で、リボンは黄緑にしましょうか。水色も良さそうですけどね。ちょっとお好みで。で、大事なもの忘れてたんですけど、ヒゲですね、猫の。全体のバランスを見て、細い線で頑張ってヒゲを描きます。優雅なひげを描きました。はい、これで、猫と麦わら帽子の完成です。今日もご覧いただきありがとうございました。